この世で一番怖いものってなんだと思います？なんでしょう。どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。アンコントロールレイブルカー、制御不能な車ということですね。でこの制作者わらびさんという方は基本的に一発マリオばっかり出してる人なんですよ。ただその一発マリオのアイデアがマジですごくて素晴らしいコースばっかりなんですよ。そんな素晴らしいアイデアばっかり出してくる人がトロールコースなんて作ったらそりゃもう面白いに決まってるよな。なんかハンドル上げちゃってごめんね、わらびさん。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.79%。 ですごい珍しく前回に引き続き今回も 3D のトロールコースなんですよ。しかも主役は車という、いや車が主役のトロールコースなんて絶対面白いこと間違いないよね。さあどんな楽しいわらが待ってるんだ。上のハテナは何、一旦叩いても、しかしねこれ乗れないよな。やっぱそうだよな、このブロックを壊せっていう感じだったんじゃないかな。いやまだ下がある。この下はなんだ、外枠無機物。みんな今さ、ロッテのガムがあるんだけど、あの板長のやつ、それを歯に挟んだまんま実況してったらどうなるかやっていきたいと思います。ちょっと待ってて、みんな準備できちゃうよ。何やってんやろね。僕いやこの車に乗っていけばいいっていうことだったよね。あやられるのが早いって。僕はまだ歯に挟んだまま実況するの物足りてないんだって。だから勢いつけたらいけないっていうことでしたね。じゃあここで乗り捨てーの上に行こうか。え、なんだい君は、寝てんじゃないわよ。僕は先に行っていいのかい。よしよしよし、ここらやめてー。大丈夫、さよなら。すいませんね、変なことに付き合わしちゃって。でもさ、歯に加えたままだったら意外と何言ってるかわかるよな。こいつはなんでクリボーのかぶりもんかぶったけど、いい、これなんたら先に進めませんね。この上はなんで成敗されたでござる。皆さんぜひですね、口に加えて実況したら面白いんじゃないかなって思うものコメントください。多分僕より素晴らしいアイディア絶対みんなの方が持ってると思うんだよな。この下は何、この下は特に何もないけ。じゃあ上に行きましょうと。なんかオンオフが変わったね。これ右と左どっち行こうか。一旦左行ってみようか。左は入れない。じゃあ右の土管に入るしかないんで、こっちの方に行きたいと思いますよと。やっぱりまた車がいるね。この車乗っていいのかな。乗せちゃー。で前回さ、ガムテープをつけて実況してたじゃん。その時のコメントにハーモニカでやってくださいっていうコメントがあったんだよね。いや絶対面白いじゃん、ハーモニカがさ。あれここ今度開かねえの。わかった、これ下に行かないといけんのやない。そしたらさ、さっきオンオフが変わったじゃん。そのためのオンオフだと思いますよと。するとノコノコが襲ってくないと。そういうことですね。さあまだまだの側に入っていこうか。でさっきここノコノコが乗れなかったんだけど、ここ右押し一発してみようか。ここで右押し、右、これ踏んだらいけないの。一旦耐久してってみようか。そしてノコノコを左にやると思ったら右に押してくれんのね。こんだけで受かったのか。そしてノコノコが埋まってる。このノコノコが乗れんのかな。え、乗れないよ。ガチャガチャ出んだよ。いや本当にさ、このコースちゃんとノコノコカーが主役のトロールコースになっててめちゃめちゃ面白いね。今までやったことがないかもしんない、こんな感じのコースは。じゃあすぐ上に逃げる、これで大丈夫って感じでしょ。でさらに上に行くと、右にはクリボーの被り物、そして上には謎の穴。絶対上シュージ降ってくるって。一旦行ってみようか。なんもないんかい。なんだこれ、準備してたよ。いけないことだって分かってるけど、一瞬やしっていう準備してたよ。じゃあクリボーのかぶり物をかぶってこの車に乗る。車に乗れねえな。まあ いや、じゃあ左に行けっちゅうことね。もう左に行けないじゃねえか。え、これどうすりゃいいのよ。あ、分かった、これクリボーをかぶった瞬間左に行けっちゅうことなんじゃない。でもなんか抜けれそうな気するんだよな。こっからくるくるからの左ダッシュ。いや絶対いけるよ、見ててみんな。僕諦めねえさ、これくる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 、さっさやり直せよ。クリボーの被り物かぶって鍵はいるのかな。うん、いらないのね、どうせ取っても意味なかったですよ。でこのハテナはなんで、今さらこんなところで下がらないか出てきても僕は引っかかりませんよと。ワンアップは取れないでいい。そしてここオンしたら、なんてやった、これ絶対ノコノコ感が来ると思うよ。だからすぐ右に出しな、これでいいんじゃない。これいけるかな。お腹立つ。このオンボロ車か。じゃあ右ラッシュで抜けれないってことは、もう一回クルリンパをしなくちゃいけないんじゃねえの。これで土管に入ろうのさ。さあこれで中間姿を見せるんだ。よし。いや中間意外と簡単そうでね。このノコノコ、あーっかい。
魚と緑の魚取り方さえ分かっちまえばもうこっちのもんよ。あの車さえ取ることができたらこの中間は俺のもんだ。サイツでマリュ中間を取ろう。どこ行ってんだ。ちょっと待ってよ、あんなとこ行ったらやっぱり客観じゃなくてダメだってよ。行くぞー。面白い仕掛けを作ってくれんじゃないか。さすがわらびさんといったところでしょうかね。じゃあここはすぐ乗り捨てる。でこの中間ポイントへと。よしよし。でさっきジャンプしたらピョンチュがなぜかこっちに来たんだよな。え、あ、こっから上に行けばいいっていう感じか。うわー、これどうしようか。右に行っても特に何もない。じゃあこいつを叩く以外ない。そうだろ。え、これ先進めくれ。あ、行けるのか。お前じゃなくて、お前なんだよ、お前なんだよ。お前強すぎた。たまたまじゃねえんだよ。みんなガチごめん。こんな面白いわらさ、ちゃんと面白おかしく実況できたらいいんだけど。それ以上にさ、僕ゲラだからもうどうしても笑いが出ちゃうんだよな。じゃあこいつを倒します。そしてこのオンオフはしないでいいのか。そして上もダメだもんな。この地下ブロックに乗ります。いやマジでさ、ワラビさんトロールのガチ制作者になってほしいですね。じゃあここはコマース。お前行き過ぎだって。いやこれはまだ間に合うよ。どっちだ、土管は。土管にありませんね。いや改めて言いますよ、ワラビさん、君の能力は一発マリオ制作に留めておくのはもったいないと思う。今後トロール制作にも目を向けてみないかい。僕のネタ切れ対策のためにも。え、わけわからんくてすっとんきょうな声が出ちまったじゃねえか。じゃあここはどうやって行くんだろうな。このつららに当たったらいけないんでしょ。え、マジで意味わかんないんだけど。これね、当たっちゃうとつらら壊れると思いきや先に進めないんだよね。あ、勢いかい、勢いが足んなかったのかい。ならば一番右から左に思いっきり走ってみようじゃないか。これでつらら抜けられない。いけ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 。ジョコサイダー、恋の通りに行けばいいという見せかけの罠を作りやがって、なかなか面白い仕掛けを作ってくれんじゃねえの。でも分かっちまえよ、もうこっちのもんなんだ。なんだこのデカブツ。今さ、ドッスンの上に鈴が乗っちゃったよね。あの鈴がいるのかどうかっていう話にもなってくるんだよな。あ、取ってよかったんだね。あっ、いや違うんだって。いや、わざとって思うかもしれないけど、こんなわざとでできることじゃないからな。あんな一マスにスポッて入るなんてさ。じゃあここは壊しいの。いや待て待て待て、何も考えずにブロックを壊すね。ちゃんと先をよく見る。あ、車を手に入れて猫状態のまま右に行かなくちゃいけないと、そういうことですね。だからここは急いで壊すんだと思いますよ。問題はここからよ。もう一個壊してもいいはずで、最後壊しちゃいけないっていうのは分かったから、ここでジャンプだ。なるほど、これで乗れんのか。てっきりさ、ジャンプしたら上に行っちゃうって思うよな。そしてこっから上に行きますと、これ走って登れないかな。あ、猫状態じゃいけそうにないね。ちょっと連打してってみていい。いや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 。これ無理やわ。チビにならないけんぽいよ。じゃあチビになっての、このベルトコンベを先に進む。でこの雲の上には中間ポイントとかあってくれたら僕めちゃめちゃ嬉しいんだけど、なんか嫌な匂いがすんな。この上に行ったら特に何もない。プロペラを持ってこいっていうことだね。この木の上にあんのかい。あ、プロペラじゃん。バサー。今何が起きた。ここから左にジャンプすればいいのかい。そしてこのプロペラをかぶりの一旦左に行く。そして地下ブロック降りの、ここでプロペラで大ジャンプすれば先に進めるんだ。どこ行ってんの。わらびー、私こう見えてもですね、一生付き添わなきゃいけない病気っていうものを持ってるんですよ。そんな中今日大きい病院に行って検査から帰ってきてすぐこれですよ。ヨキングさん、今日の脳波の検査ですが問題ありませんでしたって言われたんですけど。嘘つけ。俺の脳はもう狂ってるんだ。まったく、こんなことを喋るつもりはなかったんですけどね。なぜなら心配してくれる方もいるわけですよ。ヨキングさん大丈夫ですかって。そんな上辺だけの言葉なんていらねえから。ガチで心配してくれる人に失礼だって。いやでもね、マジで心配しなくていいよ。日常生活には何の問題もなく暮らせてるからさ。じゃあ車に乗りのブロックを壊す。そして土管に入ればそろそろチェックポイントにあるんでねえの。さあチェー、いや、チンチンって書いてる。え、ゴール。ちょっと待って、何が来るって。また帰る、この8号が。
いや、思ったより早かったな。てっきり中間にあると思ったんだけど。じゃあすぐ車に乗って行きます。いや、まだ壊れてないよな。いや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 、全体全部隠しブロックあるパターンだ。そうだろ。そして最後にテリサがダイヤで僕をやると思ったけど、一マス空いてるところがあるな。上に連れてってくれるってか。でも最後にはやっぱりダメですとか、そんなことはないよな。このままゴールさせてくれることを願ってるぜ、マルミス。もしゴールさせてくれなかったら、出てるぞ。絶対出てるかんだ。いや、足も出すかんだ。ここは左は、うわ、あの4マスが鍵だ。ここ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 で隠しブロックがなかったら俺は絶対にゴールできるんだ。こんなことして楽しいか。もう終わりにしようや、わらびさんよ。ここでつららを食わす。そしてわざわざ車に乗らなくていいんだ。下の方からゴールすればいい。そうだろ、やった。で、さっきなんで弾き返されたんだろうね。50コインの裏なんもなかったやんね。いや、不思議だなと思いますよ。すごく楽しいコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。あんなところにお金が落ちてる。マニーズフォーリング。サムネを見る感じ、右下のコインを1枚取ってゴールすればいいだけって思うんですよ。ただよ、上につららがあるのはいいんだけど、床も全部壊れるつららなんだよね。それをどうやって攻略していくのか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.32%。まあ大量のつららのコースっていうのは壊しながら進んでいくしか方法はないんですよ。ちょびちゃんしながらやってってみようか。問題は時間が何秒あるかなんだよな。時間は10秒しかない。じゃあこれをジャンプしながらこうやって下にも落ちないように進んでいけば全然余裕ではないよ。これさ、思いっきり右に走って左に戻ったらどうなるんだろうな。無理に決まってんだろ。いやでもね、意外といけるかもしんない。下のさ、つららが壊れるの結構遅いわ。だからこうやってジャンプクルーンを繰り返していけば簡単にクリアできるんでねえの。時間が全然足りないよ。もっと早く行けってかい。了解。これね、つららギリギリまで近く、うん、これ上から行けば簡単なんじゃね。これ動画しようかな。こんなやり方で合ってたんかな。ちょっとさ、下からいけるかやってみていい。別に上からじゃなくてもなんか方法あると思うんだよな。こうやってギリギリまで近づいて近づいていけば、うん、これ絶対10秒間に合わねえな。クリア方法も分かったし、これでいけんかったら諦めるわ。多分ね、上からが正規ルートなんだよ。この行き方だったら多分10秒以内に間に合わないかもしんない。ちょっとガチで集中させて。バリアー。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。プロペラ韓国。これね、わかんないんだけど多分一発マリオだと思うんだよね。で、説明文にケーキは9秒って書いてて、最速も9秒ぐらいだから9秒間プロペラで何かをしなくちゃいけないっていうコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.3%。 いや、一発マリオでさ、プロペラを使ったコースなんてなかなか珍しいんじゃない。で、ゴール条件はコインを全て6枚取ってからゴールか。ってことはプロペラを使ってどんどん上に上がっていけっていう感じと思ったけど、なんか全然予想と違うんだけど。で、時間は10秒しかない。なにこれ、もしかしてさ、このプロペラ取っちゃいけなかったみたいな、そんな感じかな。ゴールしようやんか。いや、なるほどね。だからこのプロペラを取らずにコインを取りながらさらに進んでいけっていうコースだと思うんだよな。むずむず。ただ右に進むだけだったらいいんだけど、坂があるじゃん、下り坂と上り坂。これがマジでむずいね。集中で、全集中するために常に喋らせてくれ。もうね、笑いしか出ませんよ、こんな難しいコース。ペコー。やべえって、これたった9秒耐えるだけなんだけど、想像の15倍は難しいね。これクルリンしながら行った方がいいのかな。いや、なかなか一応しなくてない。みんなに同じ場面を何度も見せるわけにはいかねえ。あと5回だ。あと5回でこのコースをクリアできなかったら、マリメやめろ。これね、ジャンプしながら進んでった方がいいと思うんだよな。そうした方が坂の影響を受けなくて先に進みやすいみたいな。ここジャンプできねえよ。でも皆様、慣れっていうものは素晴らしいですね。少しずつですけどゴールまで近づいてますよ。とここでペラペラ。最後の上りと下りがあるじゃん、あそこがマジでめちゃめちゃむずいんだよね。そこまでは全然いいのよ。コインはどうした。むずいよ。僕はこんなに難しいコースなんて思ってなかったんだ。これでクリアできなかったら無言でやる。バレピリバルプルバレピリバンバン、トゥトゥルトゥルタトゥルトゥルタトゥルトゥルチーン。集中しろ。ふざけながらクリアできるコースやないぞ。集中だ。いいか、絶対にふざけるなよ。ダーッ。ハハハハハハ。
いやこれマジでめちゃめちゃ難しかったね。二度とやりたくないコースです。どうもご視聴ありがとうございました。見て見てみんな、最速まで撮ることができましたよ。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあまたね。